años. ここで何をしてるんだかは、ま、ウォーレンゲート発電所は長く残るものを作ろうと考えていた20年代に建てられた。大部分はここから電気の供給を受けてる。だからそこを抑えるためにチームを送ったが連絡が途絶えた。最後の通信ではやたらとライカーズと言ってたから、チームと発電機は危険にさらされているだろう。発電機を失えば多くの人々が電気を失う。その人々を失えば、いや、そんなことはさせない。注意、測定値によるとここは安全です。ケラ国、セーフエリアを離れます。よし、エージェント、チームが全滅したと仮定して、まあ現実的にな、まだ生きている者の心配をしよう。ライカーズを追い出し、発電機から遠ざけるんだ。気をつけろ、気性の荒い奴らで追い詰められている。また檻に閉じ込める気だ。お前らは監獄で死にたいか、奴らの好きにさせていいのか。俺はごめんだ。奴らには何も奪わせない。わかるか。
逆に俺が奴らから全てを奪ってやる。お前らはどうする？どうしても死にたいらしいな。爆薬の扱い方は知っているな。 SHD テックを使えばたどり着けるはずだ。新しい絵が手に入ったようだぞ。みんな今のうちにとことん楽しんだ方がいい。ここは JTF の大人気になるかもしれないからな。奴らは俺たちがただで街の状況を変えることと思っているのか。まさか実験を握ってるのは誰か。奴ら女子じゃねえ。Thank you.
そうだな。まだ死ねないよな。ここから正義の味方だもんな。だがこれはお前らの知ってる分は言うだけない。俺たちの仕事だ。いいか、これは誰の味方をすればいいかなんて問題じゃない。問題は電力なんだ。お前らが必要とする電力は俺が掌握してる。俺の本気はママだ。たった一度の大爆発で全てを終わらせられる。街は暗黒の時代に戻る。俺たちにならないならそうしてやる。ラライは正しかった。この世界じゃ欲しいものは自分で手に入れるしかない。俺たちはこいつを奪った。大すつもりはない。何かしようとすれば爆発で全部ひっくり返してやる。俺たちを放っておけば今夜もみんな暖かくしていられる。これ以上やれば全員が暗闇の中で死ぬことになる。
物回避。他に爆発物は検知できません。よし、奴らを片付けろ。安全に近い状態になったらエンジニアを送って機械のきちんとした査定を行う。おお、意義のいい連中が爆弾を全て解除したようだな。だが別に構わない。次の計画に移るだけだ。この場所をめちゃくちゃにする。出力を最大にして叩き潰してオーバーロードさせてやる。全てを破壊して地獄まで道連れだ。それはまずいな。タービンシステムに圧力をかけ続ければ。そうだ、発電所ごと、もしかしたら区画ごと吹き飛ぶかもしれない。いいか、こういう古い発電所には自動化される前に使われていたバックアップの手動式バルブがある。このバルブを見つけてあげて圧力を逃がすんだ。急げ。だけだ。放出してやらないと発電所、それにスタイタウンの大部分は地図上から消えてしまう。
らしきはないが、死にたくないなら安全弁に向かうことを本気で考えた方がいい。できません。巡航制御室に進んでください。かなりの圧力を逃がせたが、まだ上昇中だ。すべて止めるなら中央制御室だ。さあ行け。世界の終わりへようこそ。お前らやれ。
今決着をつける。生き残るのは片方だけだ。エコービーコンを検出。注意、発電機安定化。よし、爆発もせずサイレンも止まった。無事に乗り切ったようだな。すでにエンジニアチームを送ってある。やめてちょうだい。残りの仕事は任せろ。夏から電力を待つ。お前の仕事は終わったから帰っていいぞ。必要に応じてね。この町には私たちの居場所がない。私たちに居場所がないなら他の人の居場所もなくしてやる。決定的瞬間ってやつだ、エージェント。彼が言いたいのは、私たちが尊敬すべき同僚の音声を傍受したということ。彼はこの状況を利用してる。逃がすわけにはいかない。わからない。もうウイルスは十分蔓延してないか。使い方の問題なんだ。もし俺がこの誰かが作ったドルインフルのスターターキットを手に入れれば、一部の奴らは俺を襲うことにかなり慎重になるはずだ。兵器化されたウイルスより銃の方が自衛には向いている。視野を広げろ。可能性を考えるんだ。医療インフラはもはや存在しない。世界は西部開拓時代に戻ったんだ。しかも当時より品が悪い。好きな時に確実に死をばらまければ俺は強力な立場に立てる。そしてワクチンの主な材料をコントロールできればそれも役に立つ。それでさらに殺すと誰が気づく。殺しではない。殺せるという脅威だ。そして奴らに助かるかもしれないと希望を与える。世の中は崩壊している。それぞれの集団はかつて文明があった場所で自分たちの縄張りを切り開いている。そこで意味があるのは切り札だけだ。
つらがあんたの名前を呼んでる。好きなものを選んでくれ。ようやくトンネルの先に光が見えてきた気がする。連中が外の奴らにやられないことを祈って。よし、これで大丈夫だ。助かった。いやー、これはいい。緊急のインフラ修復を担当する現場チームだ。絶対に必要なチームだ。すごい装備だな。こんな事態になる前にここにある武器全ての訓練を受けたのか。傭兵になる前に国の金でな。こう踏むから逃がしてやってくれ。こいつが何をしたって言うんだ。どう、だからって俺が何。じゃあ、もっといい装備が必要そうだな。ビッグおじさんが戻ったぞ、知らず。始末しろ。ただで済むと思ったか、うん、きっちり払い上がれ。他の連中の一歩残業だ。
つまらんな。靴に血がついちまった。終わってね。注意、これよりセーフエリアに侵入。いや、そう、町のこの辺りは今ちょっとおかしいんだ。みんな変になり始めてる。ペットを捨てる連中もいるんじゃないか。こんな時代にペットを捨てるなんて一体どんな人間なんだろうな。何か知らない人は絶対にそんな時間ないだろう。お前の近所みんなの無事を祈ってる。みんなで団結して助け合えないようなら俺たちに希望がない。何がいるんだ。俺たちはニューヨーカーだ。難しいことじゃないはずだ。そのことを忘れるなよ。俺たちは試される。中にはこれが盗みの絶好のチャンスだって考えるバカもいる。食べ物とか薬じゃなくて俺が言ってるのは使いもしない代物のことだ。誰がこんな時薄型テレビだ。通信アンテナのところに来たが、ライカーズがいる。そこら中に。なんだ、数が多すぎる。このままじゃ。通信アンテナのから逃がしてやってくれ。そいつが何をしたって言うんだ。いや、何も。だからって俺が何もしちゃいけないわけじゃないだろう。通信アンテナのところに来たが、ライカーズがいる。そこら中に。なんだ、数が多すぎる。このままじゃ。確認、データスキャン完了。ファイルをダウンロード中。頼みがあるの。個人的な。アレクシス・クは私の大事な人よ。彼女の無事を確認してほしいの。しばらく話してないし住所もわからないけど、以前ある支援団体に熱心に通っていたわ。そこから当たれば誰かが何か知っているかも。住所はアップロードしたわ。